おはようございます。ただいまから第481回読谷村議会臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。日程1、会議録署名議員の氏名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第127条の規定により議席4番山内正則議員と議席15番松田雅彦議員を指名いたします。日程2、会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は本日1日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本臨時会の会期は本日1日間に決定しました。日程3、決議第13号重所持脱走米空軍兵の本国送還に対する抗議決議と、日程4、意見書第10号重所持脱走米空軍兵の本国送還に対する意見書についてを一括して議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。伊佐新聞基地関係調査特別委員長。決議第13号重所持脱走米空軍兵の本国送還に対する抗議決議、上記の議案を会議規則第14条第1項および第3項の規定により提出します。平成30年12月28日提出、読谷村議会議長伊波敦殿、提出者読谷村議会基地関係調査特別委員会委員長伊佐新聞、賛成者副委員長植地理恵子ほか7名。重所持脱走米空軍兵の本国送還に対する抗議決議、12月6日に本村で発生した嘉手納基地所属米空軍兵による重所持脱走事件で憲兵隊に逮捕された米空軍兵が本国に送還されていたことが12月22日付の新聞報道等で明らかになった。米空軍兵が送還された理由は数人の医療メンタルヘルス専門家からのアドバイスを受けた結果、日本では受けられないケアが必要と判断され治療のため移送されたとのことである。軍人が銃を所持し精神に病を抱えたまま村内に脱走していたということであり、村民に最悪の事態を招く可能性があったことから、改めて村民県民を恐怖と不安に陥れている。本村では今年の9月にも米兵による住居不法侵入事件が発生したばかりであり、本村を取り巻く米軍基地外居住の現状に鑑み、より深刻な事案が発生しないか村民が憂慮するのは当然のことである。米本国では薬物や戦場からの帰還兵が PTSD 心的外傷後ストレス障害に疾患し銃乱射事件を起こすなど多数の人命が奪われているのは周知の通りである。今回の重所持脱走事件で沖縄県警察本部は銃刀法違反容疑での立件を視野に米軍への捜査協力を申し入れたにもかかわらず、米軍当局は関係機関に何の事前説明もないまま脱走米空軍兵を本国へ送還するに至った。このことは日本の主権がないがしろにされていることであり、断じて許してはならない。よって読谷村議会は村民の生命、財産、安全と平穏な生活を守る立場から米軍及び関係当局に厳重に抗議するとともに、下記事項について早急に取り組むよう強く要求する。記1、脱走米空軍兵の沖縄県での居住経歴を公表すること。2、日本の捜査権を行使し原因究明とその結果を公表すること。3、過重な基地負担の軽減を図ること。4、米軍優位の日米地位協定を抜本的に改定すること。以上を決議する。平成30年12月28日沖縄県読谷村議会。宛先、駐日米国大使、在日米軍司令官、在沖米国総領事、
在日米軍沖縄地域調整官、嘉手納基地第18航空団司令官、続きまして意見書第10号銃所持脱走米空軍兵の本国送還に対する意見書、上記の議案を会議規則第14条第1項及び第3項の規定により提出します。平成30年12月28日提出、読谷村議会議長伊波敦殿、提出者読谷村議会基地関係調査特別委員会委員長伊佐新部、賛成者副委員長植地理恵子ほか7名であります。タイトルと本文についてはほぼ一緒ですので、読み上げるのを割愛させていただきます。宛先だけ、本文、タイトルと宛先だけ読み上げます。銃所持脱走米空軍兵の本国送還に対する意見書。宛先、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、外務省特命全権大使、各国沖縄担当、沖縄防衛局長、以上です。決議第13号及び意見書第10号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。議席6番、東間良次議員。はい、すみません、3点ほどお願いいたします。この、今回ですね、事件を起こした、空軍兵の本国送還に対する、抗議決議の中でですね、数人の医療メンタルヘルス、メンタルヘルス専門家から、アドバイスを受けた結果とありまして、また日本では受けられないキャー、それ日本の、メンタルヘルス専門家なのか、またどのような形で日本では受けられないキャーがあるのか、そういうことが情報がありましたらお願いいたします。また、文中の中段あたりにある、米本国では薬物や戦場からの帰還兵、PTSDの疾患により、銃弾者とありますが、薬物常用者とですね、この戦場からの PTSD を抱えた、方を並列されている理由をお願いいたします。最後ですね、機の位置、脱走米空軍兵の、居住経緯といいますか、なぜ今回空軍にこだわったのかお願いいたします。伊佐新聞委員長。はい、医療メンタルヘルスの専門家からのアドバイスを受けてということで送還されていますが、この件については新聞報道であったことを見てですね、報道を受けてその文言にこの経緯をですね、理由を採用したということで、具体的にどういう角度からね治療を受けるのか、そこまでですね情報は得ていません。それと2点目の薬物に関してなんですが、ご承知のように米国ではですね、銃乱射事件がたびたび起きて多数の人命が失われているんですが、その原因になっているのが PTSD ですね。とあとはそれと並行する場合もあるし、あるいは他の面でもですね、米国で日本で禁止されているマリファナとかですね、州によっては合法化されていることもあるし、やっぱりそういう例えでですね、米国での事例を例えて沖縄県内、ひいては読谷村内でもですね、起こりうるということで、こういう文言を取り入れています。でそれと3点目の空軍兵ということで書いてありますが、沖縄に4軍いるんですけれども、今回はですね、本村で起こった重症児脱走事件にですね、絞ってですね、対象を絞っているということで、この脱走米空軍兵ということで表記してあります。東間良次議員。はい、今答弁いただきましたけども、これ医療メンタルヘルスということですけれども、この、空軍兵はですね、ほとんどといいますか精神疾患が
あったと思われるはずなんですよ。まあ、脱走と言いましても出勤してこない、連絡つかない、まあ、その中で銃を持って基地の外にいた、ましてはこの我々の住む読谷村にいたというこれは有識問題でありますし断固として許せないんですけども、その彼は軍人でありまして我々日本には軍がありません。その中の医療メンタルをですねヘルスを専門家するお医者さんは果たしているのかなというときに私はですねその人を本国に返して治療してあげるのが一番という判断をされたのかなという思いがありまして、今回ですねこの件に関してなぜ返還に関して抗議するのかということで思いがありまして、やっております。また次のですね薬物の話ですけども、確かにアメリカの方ですね、クラックコカインという強いハードドラッグがありまして、また覚醒剤等の方で、乱用がきたした、患者がですね、銃を持ち出していろんな乱発、事件があると聞いております。ただし先ほど今委員長が言ったようにマリファナでですね人を殺したという事件は自分も聞いたことないと思っておりますのでこの点は、ぜひ留意していただきたいと思います。またこの脱走今回空軍に関してなんですけども空軍だけに関しているよりはその中にも、陸海軍、また海兵隊との中にもいっぱいこの脱走兵がいると聞いておりますがその点については何か委員会の方で話し合われましたか。お願いします。伊佐新聞委員長ちょっと休憩しばらく休憩いたします。すみません再開します。伊佐新聞委員長今回の議事あの意見書こういう決議で空軍兵に特定しているのは本村で起こった事案だったもんだからそれに絞ってそういう表現にしてあるんですが委員会の中ではですね現在居住しているこんだけ基地外住居住が増えているもんだから他にもそういう案件がないかということで懸念されているという話は出ています。まあ、これが実際事実関係はまだ明確じゃないもんだからそういう村民を不安に陥れている状況であるということは話が出ています。他に質疑ございますか。議席12番比嘉幸男議員、はい、一点だけちょっと質問させてください。木の方のですね3番目ですね過重な基地負担の軽減を図ること、これとですね今の米空軍兵の本国送還に関する抗議決議その文面とはですねあまり関係ないように私は感じるんですけども、なぜこの3番がを入れたかどうかですね、それをお答えください。確かに伊佐新聞委員長、今回の事案は特定の空軍兵による一人の空軍兵に対する抗議決議になっています。それはその通りなんですけれども、ただそのやっぱりねこの背景といいますかこの現状を考えたときにですね、こんだけ沖縄県内に、まあ、よく言われている 0.6% の、ね、面積の中に 74% も沖縄県に押し込められているということで、それだけ面積があるということはこんだけ米軍も多いということなんですよ。全国に比べるとね、圧倒的に沖縄県に、ね、多いということで、そういう物理的な側面からですねこういう量から軽減していかない限りはやっぱりそれに比例してですね軽減することによって事件もそれだけ比例して軽減されていくわけだから、やっぱり背景にあるこの過重な基地負担をですねやっぱり軽減していかない限りは全体としても減っていかないしということでこれも入れてあるんですね。これは常に米軍の基地がダメの事件や事故についてはですねこの件と過重な基地負担の軽減とですね地域予定の問題も取れていますけど、この2つをですねどうしても外せないということでですね入れてあります。他に質疑ございますか。議席18番国吉正和議員、1点だけお尋ねします。緑豊かな田園空間のある読谷村において、このような事件しかも本国に送還せざるを得ないような状況であったと、ある意味でやばい状況だったなというのが今回の事案で感じるわけですよね。そういうようなものにおいて我々読谷村議会としては、まあ、今日これから防衛局に抗議行くわけですけど、やはり
嘉手納空軍当局までも私は抗議に行くべきだと思いますけど、どのように考えますか。伊佐新聞委員長。はい、今回 の要請行動はちょっと電球明け直後にこの基地局を開いてですね、そういう時間的な経過があって防衛局としか今事務局を通してですねアポイント取ってなかったんですが、一番肝心 の当事者である 米軍ですね、そこの辺は抜け落ちていることがあってですね、ただ委員会としても新たな信念持つということがあって、そこまでちょっと手が回らないというか、この件についてはですね、先ほど全教でもあったんですが、やはり当事者の、ね、米軍当局にもですね行くべきじゃないか、そのあたりも含めてですね、もう一回基地局でですね、これはもう年末で休みに入ると思いますので、その年明けにもですね、早急に基地局を開いてですね、その件を話し合いたいと思っています。他に質疑ございますか。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております。決議第13号、銃所持脱走米空軍兵の本国送還に対する抗議決議と、意見書第10号、銃所持脱走米空軍兵の本国送還に対する意見書については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって決議13号および意見書第10号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず決議第13号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席14番上地栄議員。決議第13号、銃所持脱走米空軍兵の本国送還に対する抗議決議につきまして賛成の立場から討論をいたします。本事件に関しましては12月6日に発生して当日3時35分に発生して2時間後の午後5時45分ごろ、読谷村内で米空軍兵は確保されましたが、事件発生から24時間以上が経過してから関係自治体、地元には通知しており、このことは日米合同委員会の合意事項、すなわち公共の安全または環境に影響を及ぼす場合は在日米軍は事件事故について速やかに地元に通報するということに違反をする行為だとして、去る12月11日に抗議決議をして、事件の原因究明と事件の再発防止策、そして通報体制の確立ということで沖縄防衛局にも要請をしてきたばかりであります。しかしながら今回また関係機関への事前の説明もないまま脱走米空軍兵を本国に送還するという米軍の日本の主権を無視するような行為には本当に怒りを覚えるものであります。本村には米軍基地以外の民間地には1898人、これは平成13年度の県の出した基地関係資料からの資料でございますけれども、1898人の軍人軍属の方々が住んでおり、どのような米軍人、軍属の方が住んでいるか、非常に不安を感じるばかりであります。したがって、今回の事件を契機として、米軍の武器管理体制、そして通報体制の確立をさせて、公務内外にかかわらず、日米の捜査権に及ぶような地位協定の改定を、抜本的な改定を望むものであります。以上申し上げて、賛成討論に変えます。これで討論を終わります。
これより決議第13号重所持脱走米空軍兵の本国送還に対する抗議決議について採決します。本案は規律によって採決します。決議第13号に対し賛成の方は起立願います。起立者多数であります。したがって決議第13号は原案の通り可決されました。次に意見書第10号について討論を行います。まず意見書第10号に対する反対者の発言を許します。次、議席6番東間良次議員。はい、今回のですね、事案事件に対しては本当に有識問題だと思っております。私たちの生まれ育ったこの読谷村で銃を持った、軍人が、割烹していると、それは恐ろしくて、考えたくもないことですけれども、今回この本国に送還されるにあたりまして、スニの医療メンタルヘルス専門家からのアドバイスにより日本では治療が難しいだろうということでの本国送還でありますので、誰でも何人たりとも医療を受ける権利があると、米軍であろうが犯罪者であろうが何人たりも医療を受ける、そして、それなりの罪を償う権利があると思っておりますので、今回のこの、重所持、脱走米軍兵の本国送還に対する意見書、それに対して反対の立場から討論といたします。次に賛成者の発言を求めます。議席18番国吉正和議員。意見書第15重所持脱走米軍兵の本国送還に対する意見書に賛成の討論をいたします。2つの視点で賛成討論するわけでございますけど、意見書にもありますようにやはり日本国には主権がないがしろにされているということでございます。同じ同盟国であるドイツやイタリアで同様な事案があったときには国中が騒いだことでしょう。確かに先ほど反対討論で医療行為だからと、これは否定するものではございません。意見書も医療行為の否定はしておりません。もう一つはこのような医療行為を受けないといかない米軍兵が銃と弾薬を持って私たち居住地域に現れるということでございます。当日の捜索のあたっては米憲兵隊は防弾チョッキ、あるいはひょっとしたら実弾も装填しての私は捜索だったかなと思っているわけでございます。それとわずか2時間で身柄が確保されたという事実は、これは米軍当局もこの米兵に対して常にマークをしていたというなのが、私は2時間で拘束されたということが事実物語っていると思っている。そのようなやばい軍人を私たちの住居地域に自由に出入りされる状況が私たち読谷村にあるという事実でございます。それに対して日本政府はこの間この事案に対して積極的に取り組んできたでしょうか。ノーです。私たち片田舎の地域の事案だと政府は鷹をくくっているはずです。そういう意味でもこのような意見書を取り上げることは私たち読谷村議会の務めだと考えます。また思い起こしてください。1月8日米軍ヘリが参拝もとい最終処分場跡地に1月8日に着陸し、そして年度じまいの12月28日に同じように米軍絡みの読谷村議会は抗議決議意見書を出す。
これが我々の村の現実でございます。そして年明けての2月24日にはそういった米軍基地に対して私たち県民の意思をはっきり示す場所というのが県民投票、基地を認めるか認めないか、しかも新基地建設一つに絞った県民投票条例でございます。私は発言者は簡潔明瞭にお願いいたします。住民の生命財産を預かる議員としてこの意見書に賛成を述べます。次に反対者の意見を許します。次に賛成者の発言を許します。議席10番松田正邦議員。意見書第10号住所時脱走米空軍兵の本国送還に対する意見書について賛成の立場から討論を行います。本件は12月6日読谷村宇佐で米空軍兵が拳銃を所持して米憲兵隊に対応された。一歩間違えれば村民県民多大な重大な事態に発展しかねないものであります。これは強い憤りを禁じ得ないものであります。戦後74年復帰46年を経て我が内縄は日本国にあらずという言わんばかりの現実は後世に何をもって答えられるか、大人として責任を持っていかなければいけないことを痛感しております。今国の主権がそのものが確かに問われているというふうな事案ではないかと思っております。よって賛成の立場から、討論をいたします。これで討論を終わります。これより意見書第10号住所時脱走米空軍兵の本国送還に対する意見書についてを採決します。本案は規律によって採決します。意見書第10号に対し賛成の方は起立願います。起立者多数であります。したがって意見書第10号は原案の通り可決されました。議決事件の議事整理についてお諮りします。会議規則第45条の規定により第481回読谷村議会臨時会において議決した事件の条項、時空、数字、その他の整理を議長に一任することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本臨時会において議決した事件の条項、時空、数字、その他の整理を議長に一任することに決しました。以上で本日の議事日程はすべて終了しました。本日の会議を閉じます。平成30年第481回読谷村議会臨時会を閉会します。お疲れさんでした。